どうも、パフォーマンストレーナーの宗之助です。それでは今回は星くんのそのタイガーですね。まあコメントでもたくさんありましたけども、これすごいですね。100万再生超えですよ。ほう、たりた、たんに、ほう、ほら、ほらんに、ほらんいってどういう意味ですかね。ほらんいってタイガーって意味ですか。ふ、ほ、ほ、ほらんい、うん、100万超えのね、動画ですからね。はい、日本人もうちょっとセブチのパフォーマンス見てこうよっていう、ね、はい、行きましょう。うん、星くんと言ったらジーンズって感じ。うぅ、うん、このさ、左足でこうスイングする振りなんだっけ、あれか、スキズさんのど、あれが入ってたよね。ソリ、ソリくん、うん、かっこいい。おお、パフォーマンス高いっすね。なかなかっすよ。あ、これバックスイングですね、逆の足の振り上げ、うん、これなかなか後ろのチェーンリアクションっていって、後ろ側のこう筋収縮をこう使うというか、なかなかそういう体の表現って少ないんですけどね。うん、なんでしっかり大臀筋までこう力が走ってるんでね、こう膝がこう曲がって上に跳躍派生するんですけど、星くんは本当に姿勢が綺麗なんですよね。こう前ぶれ、前にぶれたりとか本当にしない。もっともっとこう跳躍、すごいですね。前足もしっかりこう曲げて、うん、前足ちょっと遅れてこう曲がってくるのは多分ね、ほんと両足でちゃんと蹴ってるんでしょうね。こういう振りやれって言われてできるかな。へえ、あ、いいっすね。多分本当にそのタイガーっていうのを多分表現してるんでしょうね。足で掘ってな、星が、おお、こう逆足でも決めてきましたね。これすごいっすね、さすが。柔らかい、関節が柔らかいっすね。なかなか日本人のアイドルの振りでここまでこう下げてくるの少ないですよね。ここら辺までね、ガンガン落としてきますからね。今のところとかすげえ難しいですね。このアームをここでこう保ちながらね、下半身、他のパートを動かすっていうね、こういったとこね、ブレるんだよな、ね、
なんかいろいろ混じってますね。これあれも入ってましたからね。エンミックさんの O でも。この振りやるだけでめっちゃ体鍛えられそうだよね。こう強い。ああここね、この面取りっつって面をこう捉える動きがね、これね、ここね、こういったとこやっぱすごく星くんかっこいいんですよね。何回も言ってくかもしんないけど雷走ってるな。でアームのリーチの仕方が何て言うんだろう、その中心軸がすごく綺麗だし、これはなんか何て言うのかな、武術系のこうもろ手受けみたいな、やっぱテコンドーの動画見ました。やっぱすごく足、やっぱ手足、テコンドーのその特徴っていろいろあるんですけども、空手と違ってやはりいろんなこう2タイプあるんですけどね、フルコンタクトとね。まあまあ全体的なその型を見比べ、ちょっとね歴史僕結構ねテコンドー調べたんですけど、昔中学生ぐらいの時ちょっと全部忘れちゃったんですけど、とにかくまあ、ざっと見てね皆さんも分かると思うんですけど、線が綺麗なんですよね。つき方、あと手先、なんか構えがこういうね構えが結構ベースじゃないですか、スパッと。で僕も一回オーストラリアで体験に行ったりとかして、日本でも行ったことあるし、で日本でもテコンドーの方とちょっと軽いスパーリングみたいなしたことあるんですけど、とにかくその体の決め方がすごく綺麗だし、足の走らせ方がやっぱ空手とちょっと違って鋭いというか、空手の場合こう重くて、なんかちょっとこうね力強さがあるんですけど、やっぱテコンドーはそういった面ではすごくいいのかもしれないですね、ダンスではね。普通に見えるけど結構跳躍力あるからね。ういし。だから一個一個この線で星くんね、すんごい綺麗だと思うんですよ僕。こういったとこの線決め、わかるかな。やっぱ周りちょっと違うんですよね。星くんほんと綺麗なんですよ。前から言ってるけど、このラインの形が X なら X、 Y なら Y、 V なら V みたいな、そういった線決めがすごくこうなんていうのかな、ワン出した時にこうずれてる角度がないというか、このねスクーピングのこうすくう体ですくう動きあるじゃないですか、ここか、まあ、ボディウェーブなのかもしれないですけど、こういうのめっちゃ体鍛えられますね。でこれをやってね腰が痛いっていう人結構いるんですよね。これは結構問題ね。腹がバキバキに痛くなるっていうんだったらまたこれ別にいいんですけど、この動作をやって後ろにこうリンして腰が張るっていうのは、これは体を守るそのブレーキングの作用が変わっちゃってるんで、もしこれ見てる方でこう寄りかかった時は腰が痛いっていう、お腹で引っ掛けられないっていう方はね、しっかりトレーニング受けた方がいいと思います。これから長い人生で、まあ今40代の方、50代の方、まあ悲しいですけどその年代分は生かされる時代ですからね。だから自分の頭で自分の体を操作するっていうのはここまでは無理よ。だけどまあそう一つ一つのこの動きの発生の中で、どこ使ってんのかな、どこでブレーキかけてんのかな、これは体に悪いよなとか、そういうこう発なんていうのかな、マニピュレーションって言って、この自分の体を操作する能力っていうのは、絶対に持っといた方がいいと思います。ではぜひこういうの真似してみてくださいね。いや、こ
こんだけアームふっつ、アームス動かしてみたいもんだね。もう横を横を下って感じ。ああ、横下、横で、この反力の使い方よ、星君。アームスと体の反力でもこう、飛ぶ力がね、素晴らしいよね。絵はかっこいいっすね。やっぱ星君はかっこいいわ。気持ちがいいですね、見てて。なんかね、僕は全員にこういうのやってほしい。これはっていうのと、僕がちょっと見えたのは、その結構こう武道的な動き、もうちょっと入ってる感覚がちょっとあるじゃないですか。外国人が見たら、お、なんかエイジャンカルチャーなのかなみたいな。これたくさんやってほしいですね。最高でした。それでは。Know that the ride or die, I keep boys by my side. Know that the ride or die, I keep boys by my side.